スクールアイドルフェスティバルで見たミューズやアクアのステージ、すごい楽しいって気持ちより私は悔しかった。私だってもっともっと上に行きたいと思った。そのためにダンスもパフォーマンスの見せ方も一から見直して練習してクオリティを上げていったの。なのにどうして私はまた負けてしまったの。カリンちゃん、なんか最近トレーニング中も余裕のない顔してるんだ。私カリンなら大丈夫って思ってたんだけど、今回は違うのかも。だからちょっとどう声かけていいのかわかんないんだ。ねえエマッチ、カリンと話してみてくれない？寮で一緒だし、エマッチならカリンも話しやすいんじゃないかな。うん、わかった。お願いね。あのね、最近カリンちゃんの様子がおかしいから話をしてあげてってアイちゃんが言ってたでしょ？うん、言ってたね。それでこの前、カリンちゃんの部屋に行ったんだけど、私、カリンちゃんを傷つけちゃったんだ。うん。部に行ってからのカリンちゃんのパフォーマンスは、前みたいにワクワクしないって言っちゃった。あらら。